楽器を弾くときにはドレミファソラシドの絶対値を覚えるより今何度の音を弾いてるのかっていう相対的な音感の方がめちゃくちゃ大事です。例えば C コードの上で C を弾いてたら1度 D を弾いてたら2度 E を弾いてたら3度って感じ。なのでコードを弾いてるときに曲のキーに対して今何度のコードを鳴らしているかとか、あと C コードの上でソロを弾くときに C に対して何度の音を弾いてるかっていうこの相対的な音感覚が優れてる方が有利なんで、絶対音感がなくても相対音感があれば大丈夫。ちなみに相対音感は練習で鍛えれるから諦めないで。